7月17日に山梨富士急ハイランドコニファーフォレストにて恒例の野外ワンマンライブ Just Like This 2021を開催した SPYAIR。 ベストアルバムベストオブザベストには過去のシングル曲や Just Like This 会場限定 CD の楽曲のほか、本日のライブで初披露された新曲 Born to be Loud も収められる。元作は初回生産限定版、期間生産限定版、通常版の3仕様でリリース。初回生産限定版には今年5月に東京ツイープダイバーシティ東京から無観客配信ライブとして行われた全国ツアー SPYAIR アルバムツアー2021ユニット E ファイナル公演の映像を収録した DVD が、期間生産限定版には2008年にリリースされたインディーズ時代の音源アライブが付属する。 MV 集ベストオブザベスト CLIPS には過去の MV24 曲のほか、今年1月に行われた配信ライブ SPYAIR デジタルライブ RE10th アニバーサリーキックオフの映像が収録される。 YouTube では新曲Born to be Loud を用いたティザー映像も公開された。ホールツアー SPYAIR RE10th アニバーサリーホールツアー2021は9月23日の埼玉羽生市産業文化ホールからスタート。12月26日にバンドの地元である愛知名古屋国際会議場センチュリーホールで行われるファイナル公演まで全国14公演が開催される。公式ファンクラブエアーゲートでは7月26日までチケットの最速先行予約を受付中。